お疲れ様でございます。どうもどうも。何が裏かぶりやねんって言ってたよ。本当ですよ、でも。ユービームが。いや、これでも、先週めっちゃ怒られたんですよ。今日もやったら、その、ザコシさんのラジオ行ったら、もう、その話で持ちきりで、先週、ユービームが途中から入ってきたか知らんけど、お前の、まあ、僕中心の企画やったらしくて。ああ、なるほどね。いや、お前の、お客さんが全然こっち来へんかったやないかみたいなこと言われて。あ、でもそれはちょっと迷惑かけちゃったな。それは悪かったな。なんかほら、ユービームが言うにはなんかやっぱり今日なんかどうせ雑魚的なことでしょみたいな。そんな中心なことじゃないでしょみたいな。あ、そうです。ライブの。先週はまあまあ中心やったよな。先週はそうやったんですよ。でもこれ見てたってこと？これ、この配信。僕、携帯2つ使って両方見てました。でちょっとすみません、疑惑が一個あるんですけど、ちっちゃい嘘がね、もう結局ちっちゃい嘘が嘘を重ねたってことでしょ。昨日そのユービームとその同居人ロングサイズ伊藤の LINE のこの、うん、何ですか、こう、まあ、一個重なったんですよ。でもその、うん、名前と今ちょっと何言ってるか分からんけど、とりあえず一個言えるのはユービームは今真顔やで。わあ、えらい怒ってるわ、真顔や。なんでってなんでページさんも真顔にしてんの？それで笑った。それマジでバップですよ。なんであんたがバップ、なんなのと思っちゃって。そう。バップ食らった今。それバップですよ。主催やのに。まあまあまあ、なんかそのね、パチンコ売ってた、いや、それは、パチンコ行ってたのね、要は。いや、もうパチンコ行く約束してたんですよ、ロングと。同居人とね。あんたそれを言えばよくないですか。そうなんですけど、うん、パチンコから、その、ね、彼女の先輩との飲みを断るってどうなんとかちょっと思うじゃないですか、ちょっと。まあ、俺にとっては2人とも後輩なんですよ。でも江上もニッチェの江上さんが言ってた、江上の話伏せてたのに、ユービームは、はい、お前しまったすいません、本当すいません。そういうとこやんな。そういうとこやね。そういうとこや。だからもうこれでもうバレちゃいましたからね、江上さんのねやつを嘘ついて断ったっていうのは。優しいからね、でもね、江上は。うん、まあ、もう本当申し訳ないなと思ったけど、もうその重なってももう なんていうのも、もうしんどい、雨降ってるし、なしでいいって言って、それで、うん、まあそうだねで終わったらいいなと思ってたんですけど、まあまあまあ、その後まあ、パチへ行っちゃったっていうのが、ちょっとまあ、申し訳ないなとは思うけど、うん、まあでも約束してたからでしょ。そうなんですよ。うん、だから、まあ、それ言えばいいのに、雨降ってるし、疲れてるし、まあ、あー疲れた、うん、あー疲れたって、なんかすごい、名俳優入ったんですよ。名俳優入ったって何やねん。それで、うん、なんか、ああ、疲れたっていうか、あ、これはかわいそうと思って、そうですね、雨降ってきてるし、と思って、うちもやめましょうか。今からは大変やな、みたいな。まあ、雨の中出かけるの結構な。そうそうそう。私、すごい疲れてたし、と思って。うん、昨日、雨の中も、水道のバイトを、頑張って。それは大変なの分かるよ。ものすごい帰ってきても、なんか、しんどいけど、なんか、その家の近くのパチ屋ぐらいなら行けそうなぐらいの体力残ってたんですよね。本当にすいません。うん、本当に。まあ、それはじゃあ、パチンコは行ってたのは本当なんやね。はいはい。で、証拠の写メも送りましたし、ね、でもその写メってパチンコの写メなんですけど、私もですけど過去の写メめっちゃ持ってません？当たった写メとか。俺持ってないから。私めっちゃ持ってますよ。あんまりパチンコ屋で写メ取れへんけどね。いや、嬉しい時とか取るじゃないですか。それが持ってますもん。じゃあユービーもそれは言うけど、我々みたいなおじさんはそんなにね、しょっちゅう写メ取らないんだよ、それは。あと今写メっていう人いないんですよ。写メってシャメールなんで。なんていうの？普通にもう写真とかにしてください。映るんです？映るんですよね、うん。バップ。バップ多いな。主催やのにバップ多いな、俺。おかしいな。ものすごい、でも恋バナしてましたよね。俺ずっと聞いてましたけど。だから俺は、もう俺の結論としては、ユービームはリンス君の日本兵みたいな武骨なところが好きやったのに、今ちょっともうリンス君がユービームのこと好きになって、もうそのマザーテレサの部分が勝っちゃってるっていう。気を使い好きなんですよ。そうは、嫌われたくない。気を使わせてるみたいなとこもありますせ、でもそれは。何それ何それ。ちょっとそこはやっぱりフリースタイルダンジョン、フリースタイルダンジョンやろ。もうなんかちょっと、なんか。来た、この曲よくないほら、ほら、なんか、俺がね、ユービームって気になる、こいつ気になるなっていうのが、おお、何々。一個あって。おうよ、一個言おう、言おう。言葉の間違いとかってあるじゃないですか。言葉の間違い、可愛いもんやな。そうでしょ？うん。もうそれを、もう一個、パーン見つけたら、おい、何それみたいな。もう、すごい怖いんですよ。あ、言ってくんのね。ものすごい圧で怒ってくるんですよ。なんか、ちょっと一歩すみたいになってるんですよね、僕、正直。え、何ですか？
何あの要は間違えれないっていう怖さ。例えば彼女実家逗子ですよ、逗子。それをね、うん、伊豆って言っちゃう時あるんですよ。おお、ものすごい似てるじゃないですか。まあ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 、分からんでもないよ、うん、分からんでもないでしょ。まあ、地元の人からしたら全然違うけどね、うん、まあまあそうなんですよ。逗子をそんだけ知ってらっしゃる方は多分間違えることはないと思うんですけど、うん、俺からしたら逗子と伊豆なんてものすごいなんか間違いやすいワードなんですよ何言ってるか分からんけど、まあいいわ、もう分かるでしょ、うん、でじゃあ、うん、この実家帰る、ああ伊豆で遊んだろうなって言ったら、伊豆って何、伊豆に女でもいるのみたいないやいや、あ、なるほどね。そうです。ユービーム的にはあの伊豆の他の女と結びつくんやな。で、うん、おるわけないじゃないですか。俺が伊豆におるわけないよ。おるわけないじゃないですか。ずっと怪しいもんですよ。でもしょうがないや、あのユービームからさ、リンス君はイケメンやねんもん。ちょっとあの言われて確認してみますね、うん、どこがイケメンやねん。あ、今それ大丈夫です。あ、今それ大丈夫です。大丈夫大丈夫なんですか大丈夫じゃない顔してますやん、二人とも。いや、なんかその俺をイケメン扱いするのも違いますよ、でも、ほんまに。やっぱそこは俺とユービームでちょっと温度差が出るよね、ここは。本当に、ね、いや、ほら、聞いてた、もともとさ、あの、はい、出会った頃は、リンスクの付き合って星が120個ぐらいあったと。パラメーターで言ったら。ちょっとずつ最近、日本兵の部分減ってきて、まあ、それでも100個ぐらいあったのに、昨日嘘つかれたから1になっちゃったみたいな。そこも良くない。そこも良くない、ユービーム。何が良くないのよ。あのね、僕はね、基本的に星、うん、今は何個、今もう110ぐらいまで来てますよ。あれ、まあ、しゃべれた。ベンジャミンバトンみたいな感じですね逆にこうあのね、やっぱ俺ね、過去のその働いたりとか、最初がお年寄りでだんだん赤ちゃんになっていくやつねそうそう、ベンジャミンバトン、はい、だよ、分からんってそれはベンジャミンバトンと逆ベンジャミンバトンね。そういうことです。逆ベンジャミンバトンっていうのは普通の状態やねんけど、俺でも本当にその人を減点していくっていうのが なんかね、まあ寂しい。何カッコつけてんねん。え、じゃあ寂しいっていうか、私本当に、うん、男気あるし、うんうん、テレサもあるし、うん、本当に信頼してた部分、うん、ものすごいダメージがやばかったんです。そうやって、まあ、だからだったら逆にあのパチンコ行くから断るわっていう方が男気やったよね、うん、ほら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 、全然いいですよ。そんなのだって私怒らないじゃないですか、うん、パチンコ行くからって。うん、まあそうなんですけどね。そのあまりにもそうなんですけどねじゃないわ。あまりにもその芸人としてこれはどうなんだ、うん、みたいな自問自答がすごかったんですよ、その昨日はね。いや、そこを気にするのはちょっと小さいな。まあそうですかね。で、江上、あ、その先輩にもなんか江上さんでいいですもん、うん、なんか先輩に対してもなんかそのわ、そんなんで断る彼氏大丈夫みたいに思われたらどうしようとか、なんか そういうのもあったりとか、なんかまあもうじゃあもうなんかうまいことなんかもう雨降ってるしなしで頼むわみたいなことにで丸く収まればなぐらいの感じで、それを UBM に説明すればよかったじゃん。まあそうですね、ちょっと雨やしちょっとこうめパチンコしてるから、うん、うまいこと言ってくれるって言ったら多分やってくれるよそれは。そう、全然やりますよ。そうやな、私に嘘つく意味がわからないと思っちゃった。それはちょっと多少確かに本当に申し訳ないと思ってる。はい。だもう二度とそんなちっちゃい嘘はもうつかへんから。ちっちゃい嘘かどうかはなんであなたが決めるんですか。私にとってすごい大きい嘘だったんですけど。なんでちっちゃい嘘って。そうだよ、お前言っていいか、お前は。何がちっちゃいことは気にすんなだよ、お前。若ち子言えよ、若ち子まで。ペイジさん。はい、はい。バップ。バップですよね、すみません。でも俺、主催やねんけどな、俺。俺、主催やねんけどな。すぐバップ食らうね。主催者の方でした。うん。すみません。主催者なのにすぐバップ食らうね。でも郵便もでもね、俺結構そのいろいろ話聞いてて、この子ほんますごいなって思うんですよ。あの昔彼氏振った理由がクリスマス誘われて寒かったから行きたなくて振ったとか。うん、そう、なんかそんな。はい、そう。寒かったんです。寒かったらその日行かないじゃなくて別れるんや。うん、結局後日会わなきゃいけなくなるじゃないですか。今日やっぱりなしでいいってなった時に、地元が本当に駅から遠い場所なんです、私田舎なんで。知らん、海しかないんで、もうその逗子の、逗子の、逗子の、もう本当に、うん、なので逗子駅まで30分とかかかるんですよ、うんうん、なので、うん、駅で遊ぶっつっても駅からどっか行くって言ってもすっごくだるいので、う
行きたくなくなっちゃって、うん、振りました。それ何歳ぐらいの時？でも若いですよ、本当にもう10代の頃です。あ、じゃあいいよ、じゃあいいよ。10代の本当、それが30とかやったら俺ちょっとやべえと思うけど。やべえです、30だったらやべえです、うん、10代だったらいいよ、はい。あ、10代の話ってなあれ、うん、俺はもうだって最近の話かなと思ってたから最近そんなことしないですよ超怖い。すごい、ほら今見始めたんですけど、ユービームさんとリンさんって付き合ってたの知りませんでした、めっちゃいいカップルですねっていうコメントがありますけど、もうだ付き合って半年ぐらい、もう半年以上経ちますから ね。俺はもう何回も言ってるけど、リンス君には俺多分ラストチャンスだと思う。ラストですか、もう。いや、もうこの後もし別れたら、もしやで、もしここで別れたらもう即身仏ですよ、もう。はい、もう俺もまあ家でもミイラになって死ぬしかないから、もうそれは。その、何ていうんですか、自分でこうお付き合いしてて楽しいなと思ってて、はあ、俺にとってはこれがもうラストだなって思うことってなかなかないっすよね、でもね。でも思ってるの、まあ、でも本当に客観的に見たらそうですよね、うん、まあ、マジで多分もうそれは言ってるけど、キャプテン渡辺とかはそのラストチャンスも来ずにあいつ死んでっからな。もっと追い方っすよ僕も、はい、キラキラですね。あ、でもそうかもしれないですね、本当ね。もう周りからはすごい、そのやっぱ郵便みたいな女の子と付き合えてよかったですね、リンス言ってたじゃん。リンス君もさ、あのああいうギャルっぽい感じでやってるけど、すごいなんか料理とかもちゃんと海外しみたいな。そうそう、この前そう言ってくれたじゃないですか。言ってたじゃん、それはすごい。そんな、うん、逆に良くない？うん、だから、うん、というギャップも、うん、逆に良くな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 い？逆やない、結果どっち？バップや、俺またバップや、多分俺白1ひどい。なんで言うの、もう嫌なんだけど。嫌なんだけど、逆に良くない？何これ、何なんですかこれ俺が聞いたよ。ちょっと怒ってますね、リンさん。あ、怒ってんの？え、嘘でしょ。いや、僕怒らないですよ、基本的に。ほらテレサ、テレサ、テレサが出て。だからちょっとね、怒ったことあんの、リンス君？僕怒ったことないですよ。ユービームから怒ったことあるんでしょ。うん、そうです。それでよっしゃ、もうこいつ殺してやろうと思って、わーって。穏やかじゃない。そう、穏やかじゃないんですよ、うん、わーって言うとマザーテラサで来るから、申し訳ないと思って、もうアーメンってなっちゃうんですよね。何言うてんの、芸人としても絡んでるからな。え、何それ、芸人ずらして、ほんま。え、何や、そんなにキングオブコントと R1 の決勝出たのがそんなに偉いんか、ほんま。そこマウンティングやな、マウンティング。マウンティング取りましたね。怖い怖い怖い、マウンティング取ってきた、急に。全然してないですけど、その、うん、なんていうの、多分難しいですよね。その、ここにペイさんいなかった場合と、うん、その、いや、難しいですよ、結構、接し方は。うん、いや、でも俺分かる、多分その、リンス君からユービームに言うことあんまないと思うねんな。まあ、ないですよ、基本的には。これ難しいのが、ユービームはいろいろ、こう、リンス君に言うけど、うん、多分ほらリンス君が改善していって普通の男になっていくのを、それを郵便もはそんなよしと思わないでしょ、それは。うん、よしと思わない。なるほど。でも嫌なことは言うんでしょ。嫌なところは例えばデリカシーのないところとか、うん、ださっき言わなかったんですけど、ないよデリカシーも毛もないよ、そんな。デリカシーがないんですよ、本当。なんかこのデリカシーがないことをさらっと言える人というか。さっき聞いてた、リンス君は、なんか、リュービームの CA の料理屋さんに行って。あ、来ました。タイ料理屋ね。あ、はい、うん。で、そこのところに、なんか、有名な人が来るって言ったら、こんなところに来るんですかみたいな。うん、はい。それ、ダメでしょ。あ、ペイさん、一回その店行ってください。うん、言います。こんなところいや、お前、いかげんせえよ。そうそう。確かに広いなと思いました。うん。うん、でも、ユービームの方がもう優しいと思う。なんていうの、どんな店行っても、うん、なんかいいとこ探すんですよ。うん、いや、これよくなかったよなとか思っても、なんかやっぱその安くしてくれるとかもいいとこだし、そのちょっと待って、今その店ディスろうとしてる今から。もう完全にイントロが怪しいよ今。全然全然今イントロ怪しかったけど、今何言おうとしてんの？怖いねんけど俺。いや、いいとこ見つけるのうまいのにこの子。でももう俺と付き合ってたら、なんか俺のなんかその上げ足ばっかっとっとその私いいところしか言ってないですよ、発表しないです。あんまり藤井ページさんのところで悪いところを初めて発表しただけで、あと全部いいとこしか言ってないです、うん、他では。まあ、僕なんかは普通にこう男女で接してる感じなんですけど、うん、なんか、うん、本当になんか僕はなんかこう一言ポロポって言ったら、はっ
いやいやっつって携帯にメモしだすんですよ。なんかその、うん、これはこれで、あ、エピソード1個できたな、うん、すごい。なんかそのね、違うんですよ。いいですか？いいよいいよいいよ。なんでこのエピソード私がメモしたかっていうと、この前のそのリンさんの配信とか見ても思う通り、エピソード何も喋ってなくないですか？だって結局ユルと付き合ってんでしょってなった時に、そうなのって言って、そうなんですよ、でもあいつこうだよとか、あの子のこういうところが可愛いんだよ、どこがだよとか、そうな、なんかエピソード1個言えばいい。具体例出なかったな。何にもないんですよ。うんうん、であの前回南川さんの私出させてもらったって言ったじゃないですか。その後あのリンさんも呼ばれたんですよ、こういうパターンで。その時も何にもエピソード出さないんですよ。でもこれって職業から書いとくべきじゃないですか。何か言われた時にこう話せないほどつまんないというか、のただののろけになっちゃうだけ。グーの音も出ないやろリンス君これ。はい。いや、ユービームの方がよっぽどプロ意識あるやん、ほんなら。そう、うん、そうそうじゃなくて、うん、